格闘技通信はベースボールマガジン社発行の格闘技専門誌。略して格通とも呼ばれる。1986年から2010年まで24年にわたって発行された。当初は週刊プロレス増刊号として11月7日号を刊行、翌1987年3月7日号まで前後号が刊行。1987年5月号より、 月刊誌となる。1992年の10月8日号からは月2回刊となっていたが、2008年6月発売の8月号から再び月刊誌に戻る。谷川編集長時代以降は格闘技の大会ガイドや選手のインタビューなどの情報記事を主とする。基本的に格闘技を観戦するファンのための観戦ガイドを中心とした格闘技情報誌であり、 格闘技分野におけるプロレス雑誌的なスタンスを取っている。そのため、格闘技を実践するための技術記事は少ない。格闘技路線で人気を博したものの、1985年末に一旦活動を停止したプロレス団体 UWF のファンの受け皿として、ベースボールマガジン社のプロレス雑誌、週刊プロレスのコーナーとして、週刊プロレス編集長杉山英男が始めた。 1> 第1回は1986年1月28日号に掲載され柔道大散歩の記事だったが UWF ファンのため UWF の前田明や UWF を離れてシューティングを創始した佐山悟を中心にしシュートボクシングのシーザー武し大道塾の東高などを登場させていったそして1986年秋発行の 週刊プロレス十一月七日増刊号より創刊。翌九百八十七年三月七日増刊号まで前後号刊行。第六号の九百八十七年五月号より近代空手テと中国武術氏を合併した形で州プロから独立した雑誌となる。このためや養神館、愛機密など競技を行わない武道、武術も多く扱っていたので実践配用の記事も 多かった。この6号から雑誌コードを取得した。初代編集長は杉山が務めた。当時すでにワールド空手フルコンタクト空手といった実践派のための空手系の格闘技雑誌は存在していたが、プロレス雑誌の流れを引き継ぐ感染派も含めた雑誌のため、創刊初期には格闘技の興行が少なかった事情から、極真空手や UWF などのプロレスを大きく、 扱かった。創刊号の内容も、カールゴッチが語ったサヤマ、マエタ、シーザー、長州力、長谷ヒ志シのアマレス時代となっている。また、初期の頃は、合気道伝統系の空手柔道、サンボ、ジークンドー古流柔術、少林寺剣法気候、相撲や、レスリングも掲載されていた。1990年代には格闘技業界の、 オピニオン指摘地位にあり、打撃系格闘技、イベント K-1 が登場してからは、当時の編集、長谷川貞治が大きく、肩入れをして、主催者の石井和義のブレーンとして、発展に寄与した。これが繋がって、後に、谷川が K、K 1運営会社フェクの社長を任せられることとなった。谷川編集長時代になってしばらく経つと競技を、行わない、格闘技、 武術を原則掲載しない方針を取った。そのため、堀リヘ史聖子の連載が終了すると国宝が乗らなくなった。感染廃炉も強くなっていった。1986年に創刊されたゴング格闘技と共に長く感染派のための格闘技雑誌は西体制が続くことになっていく。国宝が競技会である国宝の祭典を開催する方針を打ち出すと国宝が 紙面に復活し、大きく肩入れもする。1995年9月頃から伝統系の空手は掲載されなくなる。1996年に、プロレス、格闘技の有料専門チャンネルファイティング TV サムライ会局のため、谷川貞春がベースボールマガジン社を退社すると、ワンポイントで、週刊プロレス編集長のターザン山本をつなぎでハサミ、挟み、 本田誠が就任。1996年、すでの総合格闘技ルールで行われた、ユニバーサル・ベール・トゥード・ファイティング2に、国宝は2人の代表選手を引き連れて参戦するも、惨敗する。格闘技通信はこれを受けて、紙面で、大々的に国宝をひいきしすぎていましたと謝罪し、国宝を紙面で取り扱う機会が極端に減少した。 1999年5月に格闘技経験者の浅岡秀樹が編集長に就任した。浅岡時代の格闘技通信は谷川貞治が創刊した SRS デラックスやサブカルチャー路線から格闘技に軸足を移してきた紙のプロレスなど新たに競合紙が増えた中、挑戦的な紙面作りで格闘技業界に数々の問題提起を行い波紋を巻き起こした。 この朝岡編集長時代には、前任の本田編集長時代の記事に、高田道場のクレームがついて、取材拒否を受ける。このため、当時プライドで人気絶頂だった、桜場和寿の紙面登場は愚か慈愛レポートでの写真掲載もできず、やむなく画像ソフトで油絵タッチにエフェクトされた写真が、イラストとして掲載されることもあった。高田道場からは2002年に取材解禁される。 2002年から2007年は三次俊行が編集長に就任。国宝の堀編成史をご意鍵盤に起用した。2003年の大晦日に地上波のテレビ局3局が格闘技の中継を行う大晦日格闘技。工業戦争で格闘技ブームが頂点を迎えた後、SRS デラックス、格闘伝説が休館し、 格闘技雑誌の発行部数が1990年代初頭の3分1の減少していく中で2007年6月8日発売の格闘技通信2007年7月8日号から7代目の編集長として浅岡秀樹が復帰20年に一度と銘打ったこれまでにない大幅なリニューアルを刊行したライバル誌の本格と同様に総合スポーツ雑誌 スポーツグラフィックナンバーに大きく影響を受けて、ビジュアルを重視して、合板化。内容もネットで大会の速報が流れる時代に、対応して、記者による試合のレポートを廃止して、選手など指揮者による試合の分析を掲載することに、した。編集体制も8日売りの5と23日売りの5で分けて、朝岡が8日売りを担当して、やる、側の視点を、重視。 23日売りは、朝岡は担当せずに、本田誠が統括する、事実上の編集長が二人体制で、見る、側の視点を重視するとしている。本田編集長時代休巻月二回館体制は、2008年の6月23日 &7 月8日、合併号で終了し、2008年6月発売の8月号から、再び月間の観光に戻った。同時に、 朝岡秀樹が編集長を退任し、23日発売後の事実上の編集長だった本田誠が再び正式に編集長に就任した。2010年2月23日発売の2010年4月号をもって休館。以後は携帯サイト、各通モバイルと古巣である週刊プロレスの1コーナーで展開されると告知されて、いたが、 週刊プロレスのコーナーは掲載されることがなく、各通モバイルも同年7月末で配信終了することになった。杉山英南、谷川貞春ターザン山本本本田誠朝岡秀樹三次、年行朝岡秀樹本田誠。ありがとうございます。